が新卒社会人1年目の現状なんですよ。IT 系に入って普通の1日パソコン触って見たくもねえ画面を見てぼーっとしながら時間だけ過ぎて、仕事終わって適当に時間潰して終わる、また次の日が来るっていうのが嫌だったんで、趣味をしっかりやり込むしかないなって思ってやってるわけですよ、僕たちは。もう俺ほんじゃ来年夏までの目標として1000人超えるかな。とりあえずはそれです、ね、1000人超えて気になるもんね。まあ、俺のメインとしてはそのもう YouTube の編集で稼ぐっていうので、そっちの話を YouTube に出したら多分勝敗見ると思う。結局は自分がどんだけ動けるかって話なんですよ、自分の意思で。仕事とかって、仕事みたいに会社とかで上から指示されるような仕事って結局自分のやりたいことじゃないんで、なあなにしちゃうんですよね。エイさんはさ、何の編集とかするの？ iMovie。 マジ？それはマジか。 iMovie。 ビビったわ。 iMovie 超無難すぎる。ちなみに iMovie っていうの見ない、見ない人には見てる人も分かってると思うけど、 iMovie っていうのは Mac とかのパソコン買ったら基本的に最初からついてくる、なんなら iPhone にもついてくる。そう、ガレージバンドみたいなその標準の無料編集ソフトです。 iMovie っすよ。ちなみに僕が最近昔まで使ってたのはアドビプレミアエレメンツってやつを使ってたんですけど、多いですね。そう、最近はもう編集で金稼ぐようになったんで、アドビプレミアプロを使ってます。一番もうみんな使ってるやつです、アドビプレミアプロ。マジで何でもできる、マジでほんま自分のセンス次第。カットとかだったらね、全然iMovie余裕だから。トランジョンもいろいろあるし、自分はとかくも3時間編集低クオリティが、ね、売りなので、チャンネルがそれで十分いいと思う。それを売りにしてるんで、やばい、そろそろスーツさんにアホイに取ってあなたと今編集しますよって言って月給もらおうかな。本当に一番、まあ、その YouTube が好きってことはもちろん機材とか動画撮るってことも好きだと思うんだけど、動画撮るっていうモチベに対しては何から一番動画撮るっていう行動に出るかっていうのを知りたくて、俺はその動画撮るモチベっていうのは、なんていうの、まあ、作品残すっていうのもあるし、結構一つのものとして作るのが好きなものとして付けられるのね。イスさんは撮ることが好きなのか、もしくはカメラが好きなのかとか、そういうのを知りたいんですよ。モチベに行くのはどこが一番でかい？カメラが好きとか動画撮るのが好き？撮るのはね、もともと好きなんですよ。撮るのが好きとかね、カメラ回して、なるほどね。で、一つ提案したいのは、まあ来年内中にできれば夏ドラマ一本作る。俺監督と演出する系、あと編集する系、一切撮影と演者もしてほしいし、だからあの JK 演者で1万ぐらいやってくれる子を探します。その今俺がしたいのが、まあ前もツイッターつぶやいたんだけど、その5000円ぐらいでその動画撮れるかみたいな、そのオタクだし、まあ、男の恋って結構あるじゃん、普遍的じゃん。 それをテーマにしたドラマ作りたいなと思って、もちろんその何本も続くんじゃなくて、映画みたいにもう15分で1本で完結するようなやつ、それなんか結構 甘酸っぱい感じのオタクの恋の動画、女オタクと男オタクの恋愛のもちろんそのそれがうまくいくかも、その出演するかもまだ分からんけど、そういう気が取りたいなと思ってる。なんか共同作品作る、それも面白そう。面白そうだね。いろいろ考えて、校舎とかどういう風に撮るとかとか、まあ、以前はどの機材を使うとか、広角でもいいし、別に望遠でもいいしみたいな、そのしか考えて一本作ったら、もしかしたらそれ再生回数伸びるかもしれない。そういうの作りたいなと思ってるんだよ。そういうのもいいかもしれない。俺は結構その自分で監督するというか、その頭の中にあるものをこの映像に残すのが好きなんで、作品として一本作るのが好きで、ぜひともね、可愛いサブカル女子高生みたいな感じがね、その演者として出てくるかなっていうのはすごい思ってます。エイさんも YouTube ガチって収益みたいな出してカメラが一眼ですか？とりあえずとりあえずちょっと機材を新たに揃えようかなって思ってるよね。一本やっとったら、もしイスさんが副業として、自分こういうの撮りましたよって言って、それをまあ、ポートフォローって言うんだけど、ポートフィリオって言うんだけど、それを企業に売る、自分はこんなことしましたっていうのを売る、その証拠にもなるし、それで、イスさん結構さ、
画質中が 4K 好きじゃん。まあ画質は結構こだわりたいから最近思ってきた。ガスコナルスでも結局さ、映像先作るのがさ、一番あるじゃん。コミットするじゃん、画質が良さ、画質の良さが一本撮ってても経験欲しいと。だから一万ぐらいで一日レンタルさせてくれる JK とか、レンタル一日演じてくれるような JK 探しますわ。そうだね、日給1万 JK ありだろこれ。横浜のみなとみらいらへんね。そうだね、結構あそこいいから。みなとみらいとかだったらいいかもしれない。これ考えとるのは、会場で違うグループがあるじゃん、オタクのグループ。そこで知り合って、その会場がその仲良しで、女の子と男はそれぞれのグループにおるんだけど、ここで一回交流があって、そこでお互い見つけて、でツイッターでくるつるくるつるようになって、 LINE 交換とかして、で実際会ったりするけど、その会場で会うわけじゃけ、その会う頻度も少なくて、次会った時には実際あっちには彼氏か彼女がおったっていう甘酸っぱいのを取りたいに俺はすごく、まあ、面白そうだね。面白そうですよ。確かにいいかも。で最後にやっぱオタク、もう男の子が振られたとしても、その子好きだったけど結局オタクしてるから、アイドルに、アイドルがまあタイミングがよく、その755とかそういう系に落ち込んでも前向いていこうみたいに言って、結局オタクに戻るみたいな、そういう話があったら面白そうやなと思うんだよね。そういうのね、面白そうやなと思う。結局やっぱオタクでもさ、恋愛はするじゃん、女男でも男でも。そういうところをフォーカスを置いた作品作りたいなって思う。はい、ということでね、今日いろいろあったんですけど、はい、まあ、イッサンもね、久しぶりにね、会って、はい、久しぶりに会ったって話です。まあいろいろね、いろんな話したんですけど、これからも頑張っていきましょうみたいなね。とりあえず、もう何でもお金。そう、お金。で、まあ、人間的にね、小さい目標を決めてどんどん積み上げていくっていうのが、まあ、一番理想的だと思うので、まあ、俺は来年夏までに1000万いくっていうのを目標に頑張ります。やっぱり若いうちにやりたいことをやっておいた方がいい。何でもね、体が動いて、そ、ね、それこそ旅行とかは特にそう。そう、もうパワーがあるうちに、そう、パワーがあるうちに本当にたくさん自分の趣味を楽しんだ方がいい。そのためにお金を稼がないと。まずは、うん、まず社会人しながら自分のやりたいことをやっていきましょうっていう話で結論でやりました。そうね、人生を楽しまないともったいないって。楽しましょう皆さんも。毎日つまらない生活の繰り返しだと。そうダメですか。ダメですよ。やっと、ありましたか皆さん。じゃあ今日こんなところで最後。いやだいぶね、酔ってきたんでね。終わらせてください。終わりましょう。じゃあ、お付き合い。OK です。